Facebook でご連絡いただいて、なんか父に対する思いとか家族に対する思いというものを共感していただいて、あのちょっと出版記念みたいなことしませんかというふうにあの言っていただきました。で、私が一番嬉しかったのは、その父に対する思いを表現すると、被害者のことどう思ってるんだとか、そういうふうに話が変わってしまうんですけど、普通にあなたにもお父さんに対する思いがありますねっていうことで田中さんに受け入れていただいて、すごく嬉しかったです。で、これがもうほぼ唯一の出展記念、出版記念トークイベントで、はい、大変お世話になって、でその後は折に触れてこうやってイベントに呼んでいただいたり、アートを教えていただいたり、食事をご一緒したりもしています。で、あの教団の中で育っていて、年齢差がある人とばっかり付き合っていたりとか、あと学校のお友達とかっていうのはほとんど経験ないので、友人友達いますかって聞かれた時、どう答えていいんだろうと思ったんですけども、折に触れて田中さんは友人のとかって言ってくださるので、あ、私には田中さんという友人がいるなということで、あのそういうお付き合いをさせていただいてしまう。はい、もう終わったんです。あなたが好きでないでしょ。私たち今日朝10時から今日の最高のメインイベントがありまして、511でこのドレスをあの2人が作ったんです。そうなんです。ご本人たちとられたんです。そうですよ、ご本人たちと須山部長と、須山部長、今受付かな、須山部長と、それと原口さんと、原口さんと私と、それとね、あのすごいね、割とあの、アトリエワンの初っ端の方っていうのは僕が30代ぐらいで、バレエのメンバーが大体20代ぐらいだったので、まあ、20代30代とかのなんかその、専門的なね、芸大出てるとか、まあ、そういうことには関係なく、なんか絵を描きたいとか表現したいとか集まるって、なんかやろうってことをやってきたのかなと思います。
当時はなんかそんなアトリエワンオンって何なのって一言で、まあ、言われた時に、よくあの若手アーティストとか若手表現者のインキュベーション負荷ってことですね。若手表現者とかっていうのはなかなかその情報がなかったりとかいった流れから紙媒体がねちょっとよくなくなってこうそういうのにね、まあ、仕事になったカメラマンさんが顔色が悪くなってくるっていうふうなね、あのそういうのを見て、あカメラマンせんでよかったとかと思ってましたギャラリーでよかったわみたいなね。でもみんなも食べてますよね、ちゃんとカメラマンで。どうなんですか、今最近のカメラ事情って。最近はまたね、まあ、忙しそうにしてますけどね、うん、あのまあ、結婚式、ブライダルのね、産業であったりとか、そういうのでね、借り出されたり、あとやっぱりそのウェブ媒体の撮影っていうのはまた増えてきてるみたいなね、感じですかね。紙媒体やっていて、うちのマンションを今5年やってるんですけど、延べ大体年間1000人ぐらいいるので、今5000人ぐらいいますから。来てるんですけど、やってることはちょっと後半出てくるんですけど、なんか結構バカバカしくなってるんですよ、具体的に言うとあの宇宙人を呼んでみようとか、ね、屋上でなんかみんなで呼んでみたいなねとか、なんかあのみんなであのコスプレをしてなんか例えばその出たんですけど、彼女とトークイベントが、ブリタ2017年提供10周年になるので皆さん本当にありがとうございました。であのこれあのなんかこれも誤解されるんですけど、あの一応僕代表という形であの今日までやってきたんですけど、一応今日で僕は代表をやめるというどこでも行きませんよ、解散もしませんよ、よく言われるんですけど、あというのも2つ意味がありまして、あの僕自身やっぱりあの何かやろうと思った時に自分の年齢の延長でやる、日常延長でやるべきだと思ってですね、20代の人は20代もこのためにやった方がいいと思うし、まあ、70代の人は10代にやることをやって変だと思うんです。例えばね、た時に僕自身は先ほどちょっとミクさんもお話しされてましたけど、あの僕も40代になってきたので40から50のことを考えた時に、僕自身はあの今日周りに死んでいる人も増えてきているので、今学問には死生学って言葉になると思うんですけど、あの死について生きることとか働くことっていうのはものすごくポジティブに語られるんですけど、あの死についてだと本当貧しいんですね。そういうところも問題意識を持っているので、僕は多分、中高年とかが問題に思っていて声を上げれないことをやっていこうというふうに思っています。なのでそれはあの僕はあのこれからも担当するし企画をどんどん作っていくんですけども、まあ、とは言ってもうちも、まあ、ありがたいことで20代から、まあ、40代ぐらいまで見てますので、あのそれとは別の軸として、あのこの写真映ってますけど、まあ、若い子らがねまだあの重心になって引っ張っていく動きを、前に出てもらって、でそれをこう僕がサポートしていくみたいなことが多分社会的な立場としても別に意識してませんけど、とても大事なことじゃないかと思ってます。なので直接的な意味でいくと、あの今日の2部からの司会が、まあ、これで僕は担当終わって、あの瀬間君と松本さんにお願いしてたりもするんですけど、そういった意図がありまして、まあ、どちらかといえば僕はそういうちょっとおっさん向けのおばちゃん向けの企画をやる一方で、今までアトリエワンもやってきたようなことは次の子に、逆に言えば僕もノウハウとか、まあ、いろんなこうもの経験もありますので、そういうところでサポートして裏方に行こうかなというふうに思っています。垂れましたでしょうか。あ、持ってなかった。まあ、あの、ちょっと食べてもらって、で、ご飯からあの戸田さんによるあの脈を測るワークショップをあの中の方でさせていただきます。で、その後で、またちょっと談笑して、陽花さんと松本による、はい、ワークショップ形式でちょっとメッセージ書いていただいたりしたいなと思っているので、皆さんできればご参加お願いします。はい、はい、で最後にあの飯田さんの、コラリーダンスがあります2部はその、3つの、イベントを、用意しております。でまず最初に、ワンのこの10周年記念してケーキがあの来ましたので、ちょっとケーキの方のお披露目をさせていただきます。クーラーがあるので、そこにニックネームでも自分の名前でもいいので、名前を書いていただきたくて、ペンがちょっとここにあるのに良かったですね。はい、名前を書いていただけましたでしょうか。
次の説明、移りますね。ね、いきなりですけれども、脈拍でなんと個性がわかるんです。自称アーティストと、あとこれ自称じゃなくて本当に看護師なんですけれども、医療とアートをつなげる活動みたいな感じのこともやっていて、その中の一つはなんかその人の脈とか血圧を見ながら、その人一人一組で、はい、二人一組で、はい、ここ三人、あ、一個足りない、あ、ありますか、あ、三人で、三人でやる、三人でやる、あ、あります、あ、じゃあ、まだ、あ、はい、じゃあ三人で、はい、やっていただいて、ですね、最低三四人は交互にやっていただいて、まあ3つちょっと真ん中に模造紙バーッと並べております。でこれにちょっと皆さん一言ずつ、まあ、今日和音10周年のイベントにお越しいただいた皆さんにちょっとメッセージ的なものを書いていただきたいなと思っておりまして、でそのメッセージ書かないとこのケーキちょっと食べられないという条件を出しておりますので、メッセージ書けた方からこのケーキの分配の方に並んでいただいてで晴れてケーキ食べれるという風な流れになっておりますの で今ちょっとここにちょっと地べたなんですけど、あのマジックいろいろ置いてるんで、はい、すいません、ちょっと待ってください、先に入刀の儀式ありますので、そちらをちょっとご覧から握らせていただいて、はい、目線ください。で今回のこのメッセージ書いていただいた分は今ちょっと5、6枚つなげてますけど、蛇腹折りにして本みたいな感じでちゃんと保管したいと思っているので、まあ、悪口でもいいんですけど後々残るということを、残るんだ、はい、考えながら書いていただいたらいいかなと思います。ここは大人の対応ですね何、まあ、なら最後ちょっとそれを思って記念撮影とかできたらいいかなっていうふうに思っているので、まあ、よく田中さんとか SNS に上げてますけど、うんことかはあんまり書かないきれいな言葉を、きれいな言葉をちょっと感動そそる感じにしてもらったら見栄えもいいんでね、こちらはどうぞ、ありがとうございます、
ください。
まこちゃん、はい、スイムセンサーあるかな。そうですか。もうさっき届いた。はい。たまたまツイッターで田中さんと知り合ってから今までこう東京の大阪でいろんな文化交流というかいろんな何でしょう知識の交換とか一緒にイベントしてるとかすごいとってもお世話になりつつ楽しいお仕事させつつじゃないですかしてさせていただきつつなんかすごいすごいいい感じなのでこれからもいい感じでやったらいいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。受賞のおめでとうございます。この度は和音10周年おめでとうございます。私は立ち上げ当初のメンバーだったのでもう10年も経つんですね。この前編集してくださった動画を見てあの時の空気感とか雰囲気とか音とか香りとかたこ焼き屋さんのこととか業務スーパーで買い物したこととか黒門市場のこととかいろんなことを思い出しました。すごく懐かしかったです。田中さんは立ち上げの時に、もう10年を続けるっておっしゃってましたしね。それが有言実行でさすがだなと思います。尊敬します。あの時一緒に和音を立ち上げてくださった方、またイベントを一緒にやってくださった方、まだお会いしたことない方、その時から今日までずっと和音を守ってくださってた陽花さんとか須山さん、田中さん、私が今こうやって和音のことをお話しできるのは皆様のおかげだと思ってます。ありがとうございます。私は今大阪を離れて鹿児島にいて毎日この子のご世話をしているのでなかなか今日もなんですけど大阪まで遊びに行くことができないでいます。でも必ず大阪に遊びに行くのでその時はまた一緒に遊んでやってください。鹿児島は温泉もあるし食べ物も美味しいし自然も観光地もいっぱいあるのでバッチリかどこですのでまたいつでも遊びに来てください。その時は連絡お待ちしてます。10周年本当におめでとうございます。バイバイ。真っ暗です。今の感じで電気をほら下から電気電気あミッチでもミッチ歯しか見えないよ。あ押される感じなんですか。あそうなん今どうなってんの。あそうなんよかったよかった。よかったよかった見たかったわ。またなんかあのクリームストーブ。そしてそしてオードリーがなんかデータ違うよ12時やでも12時なんかあのなんやろな、はい、あのいい話しろいい話あの なんやろあのその時必要だったことに関われてすごい良かったなと思います。であの今こうやってなんかね、10年目で懐かしい人たちと喋れるのがすごく嬉しいです。ありがとう、うん、なんかあのね同窓会みたいな感じですごく嬉しいなと思います。でなんかあのみんながそれぞれいろんなことしてるしなんかあの行きたかったですちょっと喋りたかったです。
そあなんかあ出会えて幸せです。なんかもうこっち来てるんだけど、あと誰がいるの、あと誰がいるの、なんか須山と、はい、今須山と陽花さんはめっちゃよく見えてるけど、左上にいる人は誰、森田です、森田、あ、ミッキーも見えてる、この今電気当ててる人、なんかハモ喋りながら言ってる、あ、さん、ハモ喋りながら言ってる、あとなんかあの建物がめっちゃ見えてるけど、芝川見えるんです、あ、そうやな今後ろのビルが建て替え中なの、あ、そうなんや、え、みんな元気ですか、元気です、よかったよかった、お前に言われたらよかった、あ、誰かいっすか、はい、また、ありがとう、ありがとう、はい、シェアを教えてください。魔音は皆さんの力のおかげで本当にここまで来ます。で、これからも続いていくんですけれども、僕自身のも、魔音に携わるのは、学生の時から携わりまして、まあ、就職して、あとは結婚もして出産もして、もう生活の一部にちょっと魔音がなりつつあるかなと思うんです。まあでも参加できないとか参加あんましないんですけれども、そんな感じで今日本当に、皆さんと10周年迎えられて本当に良かったです。また成松さんに今日は一日中 DJ ということで音楽を流してその場その場にやって。変な人待ってるよ。まあ、DJ ないよ。今はそうですけど。音楽を、ね、流してくれたんで本当ありがとうございます。皆さん一応拍手をお願いします。で、ちょっと今日ね久しぶりにお会いできている人もいるんで、できたらちょっと一言とかね、森田さんとかね一言とかじゃもらえたらいいかなと。ええこと言うよ森田君は。ちょっと前の方に来てもらっていいですか。僕、まあ、和音が立ち上がってちょっと後に入った組の人間なんですけども、まあ、今から思うと、まあ、当時は僕何かイベントに積極的に関わってたとかそういうわけでもないんですけども、ただ和音の例えば、まあ、須山くんとかハモさんとかトキちゃんとかこういう人たちの活動をずっと見てるとすごい感化される部分もたくさんあって、で今サラリーマンしてるんですけども、その時のまあ、学んだ経験とか、まあ、いろんなつてが今になってものすごい生きてるんですね。でこういう新しい価値観であったりとか考え方とかいろいろ学ばせてくれたきっかけ作ってくれた砂さんとかもう今ほんまに今になってすごい感謝してて入ってよかったなっていうのをすごい感じてまして、また皆さんもいろいろ出会いとかいろんなきっかけあると思うんですけども、まあ、とりあえず参加してもらったら面白いこと何かあると思うんで、まあ皆さん後悔のないように頑張っていきましょう。はい、森田さんありがとうございます。森田さん後悔してるんですか。え、森田さん後悔してるんですか。全然してない。森田さんありがとうございました。そしたら、すいません、トキです。イラストを描いてる人なんですけど、こう和音に出会ってこうイラストレーターになろうかなと思ったので、はい、とっても感謝してます。ありがとうございます。、はい、またよろしくお願いします。はい、徳さんありがとうございました。はい、松本一号こと松本真希です。今日松本里香さんと一緒にみゆきさんのプロデュースで新聞ドレス着させていただいて、中津から淀屋橋まで電車乗ってここまで来て、オープンカフェテラスでランチ食べて散々人に見られながらここまでやってきました。でちょっとまあ、若干グダグダでしたけど2部司会ということでありがとうございました。
で、まあ和音に関わってるのが、まあ、2年ぐらいで、全然10周年迎えるにあたって10年分の歴史は知らない身なんですけれども、まあ、時折その OB さんたちにもお会いさせていただいて、まあ、田中さん、田面さん、佐山さん、まあ、お世話になっております。で、まあ、今日で田中さん一応代表を降りられるという感じで、さっきお話あったんですけれども、まあ、ちょっと今のところ2年間普通にイベントに参加してる感じでやってきてたんですけれども、理事的な感じで関わらせていただこうみたいな、ね、ことになりまして、まあ、今日もちょっと表に出るような役回りをいただいております。で、まあ、ちょっと全然本当に何が秀でてるというわけでもなく、何ができますということでもないんですけれども、いろいろと和音の中で勉強させていただいて楽しんでやっていけたらと思っておりますので、皆様、まあ、和音に関わっていらっしゃった方々、今日は集まってくださっていると思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、はい、以上です。ありがとうございます、はい、こちらへ。もう罰ゲームみたいな感じですね。なんか30分ぐらいの合間にいつの間にこんなモンゴル相撲のチャンピオンみたいになっちゃったんだみたいな。はい、今日はどうもありがとうございました。あの一瞬でこんな形にしていただいて本当にありがとうございます。いつもの早業で助かっております。あの新聞の味もだいぶ馴染んでまいりました。あの股にちょっとなんか挟まってるんで目が見えないかもしれない。挟まってません。ブンブンしてました。いつの間にか。ありがとうございました。あのワームさんと関わらせてもらって、あの関西フューチャーセンターってやってるんですけど、あのいろいろ使ってもらって、あのいろいろコラボさせてもらって、先週もあの震災の映画をタッチで朝から晩までずっと上映させてもらって、あのいろいろお付き合いさせてもらってます。なんか刺激が多いですよね。あのなんかイノベーションをやるのになんかデザインだとかなんかいろんなことを勉強してたんですけれど、あちゃうなと思いました。なんか重いかどうかやなっていうのはあのアオンの人らと一緒にこう関わらせてもらって一番学んだことだと思ってます。あのこれからもどうも頑張ってください。あと10年、はい、あと10年、あと10年頑張ってください、はい、僕は死んでるかもしれないですけど。いやいや、そんなことない。全然絶対生きてますよ。人生は一瞬なので、はい、本当に、はい、頑張ってください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。僕もやっぱりその、まあ、これからは理事、まあ、僕自身も理事として参加させていただくことを表明しましたので、これからちょっと今以上に経験というか学んだことを次の 10年20年に生かせれたらいいと思います。本当今日は皆さんこんな10周年集まっていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、でもワンの企画って9割ぐらいが僕が作っているので、なんかそれってすごくなんだろうって時にこの人怒られたんです。なんかなんか和音ってなんかあなただけのもんじゃないよとか、なんか和音らしさってなんかお前に言うなよってことをこの人言ってくれたんで、なんかその田沢さんは本当になんか元々初期メンバーじゃないんですけど、本当にアトリエ和音という壁を作る時から巻き込んでしまった人なんですけど、なんか僕がじゃなくて本当になんか田沢先生がいたから多分10年持ってると思うので、田沢先生にすごい話をしてもらいたいなと思ってるんで、すみません、全然予定ないんですけど、つかまあ、しゃべらないよろしくお願いいたします。ありがとうございます。初期メンバーの会よいしょ、よいしょ、行こうかな。初期メンバーじゃないんですけど、ちょっといい、まあ、皆さんよりはちょっと上のメンバーだったんですけど、まあ、初期メンバーの気持ちで入りました。本当に自分の世界じゃない世界を見せてくれたのは田中さんなんで、それに応えたいなと思った10年です。まあ、裏方で言ってましたけど、
皆さんがいてくれたから裏方をしたいって思ってたんで、新しいメンバーを振るっていうのも一緒です。先に入ったからっていうわけじゃなく、後から入ったわけじゃなく、もう本当にどの時期に入っても一緒なのでワンオンがやっぱり続いてほしい、私ワンオンがなくなったらどうしようって思ったのは田中さんと一緒だと思うので、あ、すいません、はい、皆さん末永く応援して、こんなワンオンですけどよろしくお願いします。新しいメンバー、瀬野君も最初から来てくれてたんですけど、理事としてなんかこう決意をしてくれたっていうのはすごく嬉しいし、松本さんも新しく理事になってくれるっていうのも嬉しいし、こうやってホビーとして今まで関わってくれた人も来てくれてるっていうのはすごい嬉しいです。年代関わらずずっと一緒にいれるっていうのはこういう機会じゃないとないので、たくさんこう やってると本当にしんどい時もありますけども、皆さんもしんどい中で楽しいっていうのが、はい、正直あるので、皆さんこれからもよろしくお願いします。後半はブラック企業みたいにするよねダメだよ、そういうことじゃここはいいんです。しんどかったからビールが美味しいってことです。まあ、っていう10年選手なんですね。はい、あとは瀬尾が締めてくれると思います。この2人からの温かいお気持ちなんで、これで10周年を終わらせていただきます。あとはもう撤収なんで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。
です。右側の扉が開きます。ご注意ください。ありがとうございます。メダルです。列車は7号目、天王寺行きです。やってるんですけどね、ちょっと。